私の作品は、まあ、素焼きといいまして、すごい古代に焼かれた焼き物なんですよ。古墳時代とか奈良時代とかで、だから当然薪で焼くんですけど、その手法はすごく古代なんですけど、作品としては私はできるだけモダンに作りたいと思ってますね。1に土、2に焼き、3に作りって言うんですよね。一番最初にこう土が大事で、まあ、それは素材なんですけど、まあ、私もそういう意味で言うとすごく土にこだわってて、まあ、例えばこんな茶碗作るときに割とこう粗い土使うんですよ。綺麗な土じゃなくて自然のその素材を生かすっていう意味で言うと、やっぱりちょっと粗い土を使いたい。割と日本人っていうのは自然に近い形を作っていくというか、例えば中国の焼き物なんかだと完璧に丸にしてるんですね。それを日本人はどっかにこう歪めたりするのね。でそれはなんかこう例えば月は満月よりもちょっと欠けてる方がいいっていうね、日本人独特の考えがあって、でそれはねなぜかっていうと、こうやっぱり日本って自然にすごく恵まれてるのね。自然の懐でこう生きてきた、もう何千年もね。で西洋なんかだといかに自然を支配するかっていう歴史なわけですよ。はい、じゃあ行きます。じゃあ火入れます。じゃあ火が入ってから乾杯しよう。
乾杯。はい、じゃあこれから6日間、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。乾杯。乾杯。これは穴窯って言います。で、登り窯っていうのはとっても発達した薪の窯なんですよ。それの前身に当たるのがこの穴窯です。で、穴窯ってすごく原始的な炭窯をちょっと大きくしたような単純な窯なんですよね。ゆるの木をその炎の長さを測って、そうするとそれぞれ全部長さが違うんです。で、いろんな実験をすると実は赤松が一番長いんです。普通入ってもう溶けないと思うんでしょ。タバコの灰なんかでもあれが最後だと皆さん思ってるかもしれないんですけど、実は灰っていうのは高温になるとガラス状になるんです。それで成分をね、分析すると灰の成分と実はガラスの成分同じなんです。だから当然灰が高温になるとガラス状に溶けます。それでその灰かぶりっていうのはまさに灰がもういっぱいかぶってるわけです。一番手前の足元にをね、大量に放り込んで、後ろの煙突と本体の煙道ってのがあるんです。その煙道を遮断しちゃうんです。そうすると火の逃げ場がないから、ここも煙がもうもうと立つわけです。それを泥を練っておいてみんなで撃つ。だからうちの側はね、一見すごい汚いんですけど、それはそういう理由なんです。それでそれどういうことが起こるかっていうと、実は例えばこれの粘土っていうのはね、真っ赤な土なんです。赤土なんです。で、ね、赤土のあの色っていうのは鉄サビの色なんですね。まあ、カースキーで言うと FE2O3 っていう鉄サビの色でね、それがね、最後にいぶすダンパーっていうんですけど、そのいぶすことによって化学変化を起こして黒サビみたいな。終わりましたので、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。乾杯。乾杯。お疲れ様でした。最高のビール。このビールのために釜炊きしてるようなもんね。あ、それを言っちゃいましたか。いや、やっとこれで釜炊き終わりました。これね、結構大変なんですよね。6日間もう。ぶっ続けで炊いて、もう大量の薪をやってね。でもね、なんかね、達成感というかね、その今はもう例えば電気窯なんていうのはボタン1個入れるともうそれでもう
楽に炊き終わっちゃう。ところがこれはもうずっと徹夜で炊き続けるわけだから、それだけ大変なんだけど、大変だからこそこう終わった後の達成感が大きいものがあるんですよ。でそれが一つね。それともう一つはね、これ一人じゃやれないのね。でね、今みんな個人主義になっちゃってるのね。もう陶芸家もちっちゃな窯持って自分一人でやれちゃう。ところがこれはね、一人でやれないの。だからみんなの助けが必要なんですよ。だからこう一人だけの喜びももちろんあるし、それとみんなで一つの窯を焼いてそれが終わったっていうね、そういうなんというかな、こう一種のこう共感というか、そういうのもね、すごくこういう窯の大きなメリットだと思うのね。自然が好きなのね。よくこう人間の幸せとか考えるんですけど、2つあると思うんですよ。で、1つはね、この自然ね。やっぱり自然がなくなっちゃうと、なんか人間幸せにならないんじゃないかなという気がどうしてもするんですよね。それとね、もう1つは文化で、いくらこういう自然の中にいてもこれだけだとなんかやっぱり人間寂しいよね。私こういうところでよくコンサートもするんですけど、それはね、やっぱりこの自然とやっぱり文化を2つ欲しいからなんです。で、私はその欲張りだから両方欲しいのね。だからここでまあ芸術活動みたいなのをしながら、あるいは音楽会とかやりながら、それと料理とかもやりながら、それでこの自然をこう楽しみたいっていうか、それがやっぱりなんか人間の幸せじゃないかなというふうには思うんで、ちょっと不便なんですけど、こういうとこで住んでます。器は器、器はうつろ、うつろは空っぽ、空っぽの中に何が満たされる。器は空っぽ、食と出会い食に満たされる。器は空っぽ、花と出会い花に満たされる。器は空っぽ、人と出会い人に満たされる。ケイ。釜っていうのはね、恋人がね